はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング中の人です。今回はね、中の人へのたわいもない話ということで、まあ今日もわけわかんない話をしていくんですが、今回ね、お話していくのは睡眠時間を短くしても眠くならずに済む方法というやつですね。まあ、やっぱりこう睡眠時間をね減らすと、まあ必然的にというかね、まあどうしようもなくね、昼過ぎとかすげえ眠いと思うんですけど、まあ、それをこう可能な限り避けるための方法っていうやつですね。うん、まあ、下手するとね、こう昼過ぎじゃなくてもう午前中から眠いよねっていう、うん、まあそういう風になるメカニズムというかね、まあそれを避ける方法とかについてお話していくっていう感じです。で、そのなんていうんですかね、まあメカニズムっていうかね、方法なんですが、すごく簡単に言うとですね、血糖値をねコントロールするっていうことですね。うん、糖尿病かみたいなね。うん、まあ、血糖値ね、まあ僕ら飯を食って上がってですね、飯を食って上がって普通なんていうんですかね、まあそれが下がるんですね。で、まあそれが上がりっぱーだったりとかね、わけわかんないほど上がるのがまあ糖尿病ってやつですが、まあそれはさておき普通下がるんですね。で、まあ昼過ぎとかすげえ眠い理由としてはですね、言えるのが、多くの場合ですね、昼飯を食うとね、すげえ血糖値上がるんですよ。大体昼飯って弁当とかパンとかが多いじゃん。すげえ糖質が多いもんを食うので、昼飯って大体。昼飯なんかサラダとかしか食わねえとか、そういうことなかなかないと思うんですね。なんか、夕飯みたいに、夕飯だったら例えばさ、まあ眠くなってもあんまり関係ないってのもあるけどさ、なんていうのかな、昼飯ってガチでさ、特に10代、20代の若い兄ちゃん、姉ちゃん、若い兄ちゃんだな、特にな、兄ちゃんの場合さ、ラーメンしか食わねえとかザラじゃん。で、そういうね、糖質しか取らないようなね、食事をするとですね、まあ血糖値がすごい上がるんですよ、一時的に。で、一時的に血糖値がすごい上がって、それを抑えるためにインシュリンが一気に出て、インシュリンで一気に下げるんだけど、下がりすぎるんだよね、今度ね。で、血糖値が下がりすぎると、必然的にね、こう脳に栄養がね、栄養というかブドウ糖が供給されないので、まあすげえスーパーなんていうんですかね、脳が機能不全に陥ってスーパー眠くなるっていうね。うん、だからなんていうんですかね、まあほとんど低血糖によってね、昼過ぎに眠くなる人っていうのはね、まあもうなんていうのかな、すげえ低血糖の傾向が強い人っていうのはね、まあ、俺もまあそれに近いっちゃ近いんだろうけど、本当にね、もう眠いとかそういうレベルじゃないと思うよ。意識が朦朧とするっていうね、そういうね、なんか感覚に近いと思う。もう眠いっていうかね、起きてはいられないっていうかね、意識を保ってはいられないみたいなね、なんかそういう感じになると思うんだよね。まあ、そういうね、タイプの人はね、ほぼ確実に多分低血糖気味なんだよね。それをもっとひどいと低血糖症っていうね、なんかね、機能性低血糖と呼ばれるようなね、まあ、ちょっとした病だよねっていう。まあそんな感じなんですが、まあその診断はすごく大変なので、まあ機会があったらね、お医者さんに行ってですね、一日中血糖値測るっていうね、まあそういうことになりますね。はい。でまあそれはさておき、まあ誰でもね、まあ実際すげえ低血糖になるかどうかは別としてもね、まあある程度こういう傾向はあるので、昼過ぎに眠いのは、まあかなり低血糖っていうのがね、関係してるっちゃ関係してるんですね。で、まあこれを抑える、まあ要するに低血糖になりすぎるのを抑えるっていうのがね、まあ、なんていうんですかね、まあ眠くならないための方法っていうんですね。で、まあ、低血糖になるのを抑える方法なんですけど、まあ、それはね、すごく単純で、まあ、ただ一つ、まあ、すごい確実な方法として言うのが、血糖値をまずそもそもそんなに上げないっていうね。ラーメンばっかね、食ったりとかですね、ラーメンとかなんだろうな、あとパンとかパスタとかね、なんだろうね、基本的に血糖値が上がりやすいものは決まってるんですよね。餅、食パンとかね、なんだろうな、ケーキとかね、砂糖とかね、もう決まってるんですね。カルピスとかね、コーラとかね、そういうのはね、上がりやすいんですけど、まあ、速攻こう上がるのもいいんですが、まあ、下がった時が怖いので、まあ、そういうものはね、あんまり食わないっていうね、根本的な方法もありますし、まあ、どうしてもね、僕らも普通にね、昼飯はね、焼きそばとかね、パスタとか食うので、セブンのパスタとか食うので、そういう時はですね、こう、サラダを食うっていうのをおすすめですね。まあ、セブンイレブンさんで言うと、シーザーサラダとかね、まあ、チョレギサラダとか売ってるので、それを買ってきてですね、それから食うっていうね。そしてそれを必ず食うっていうね。食う順番によってもね、血糖値の上がり方が違うってことが分かってるので、まあ、そうやってね、サラダとか野菜をね、まあ、先に食ってですね、それからこう、糖質をね、補給すればですね、まあ、血糖値もそんなに上がる、なんですか、上がり方もこう、緩やかになるので、まあまあまあ、そんなに眠くならないっていうね、まあ、そういうことですね。うん。で、ちなみになんですけど、それでもどうしても眠くなってしまう時ってあると思うんですね、正直言ってね。そういう時はどうしたらいいか。今度は逆です。昼過ぎに、まあそうやってね、サラダ食って、焼きそば食って、まあさ、仕事するかと思ってもですね、眠い時確かにあるんですね。僕もあるんですけど、確かに若干眠いなって時あるんですけど、そういう場合どうするかというとですね、今度はしょうがないので、糖質を補給するんですね。なんていうんですかね、もう眠いもんは眠いので、血糖値が下がってるから眠いので、要するに、僕の場合ほとんどね。まあ確かに寝不足だろうっていうのもありますけど、単純に。まあ一時的に血糖値を上げるためにですね、カルピスとか砂糖とかね、
コーラとか飲むんですね。特にカルピスコーラ系の方がいいですね。砂糖が大量に含まれてる液体がいいですね。まあね、そういう風に、ね、一気に補給してですね、一気に血糖値上げれば、まあ意外とね、こうブラックフリスクとかよりもね、効くよ。例えばね、ブラックフリスクはね、そんなにね、たくさん糖質を補給できるわけじゃないから、まあブラックフリスクでもまあ確かに目覚めはするんだけどっていう、非常にですね、まあなんていうのかな、まあね、血糖値を一時的に上げて眠くなくすっていうね、まあそういうことですね。まあ、これを繰り返すっていうね。で、午前中だとね、これがね、よくわかんないんだよね。午前中ね、眠くなるっていうのは相当寝てない時なんだけど、本当に。午前中から眠くなる人っていうのはね、まあ稀にいるんだけどさ、だから俺も稀にっていうか昔はあったんだけどさ、昔って言っても高校生の頃とかだからね。それをね、どういう風にね、なんていうのかな、避けるかっていうのはね、かなりむずいと思うよっていうね。そんな感じですね。でもあれなんだよね、これ学校に行ってる人だとさ、仕事中っていうかさ、授業中にさ、カルピスとか飲めないしね、ドンマイだよねっていう。無理あんじゃねっていう。そういう人は角砂糖でも食っとけっていうね、角砂糖でも怒られんじゃねえかな。学校大変だね、そういう風に思うとね。普通仕事しながら角砂糖をむさぼってっても多分そんなに怒られないと思うけどね。てかバレないと思うけどね。バレるかな、なんとも言えないよ。まあそんな感じでですね、まあ血糖値は大体せ、まあそんなに上がりすぎず下がりすぎずをね、まあある程度なんていうんですか、コントロールすればね、まあまあ火を火で消すっていうね、まあそんなになんていうんですかね、すげえ殺人的に眠くなることはある程度避けられるというわけですね。はい、まあ大体こんな感じですね。眠くなるのを避ける方法はね、まああとは単純にね、もうね、よく寝ろとしか言いようがないんだよね、結局ね。まあ人間はね、寝られて生きていけないようにできてるのか何なのかね、知らないですけどね、確かに眠いよねっていう。できることなら1日10時間寝たいんだけどね、実際はその半分ぐらいしか寝られないっていうのがね、まあ中の人への生活ですよ、どんまいみたいな、まあ、そういう感じですね。はい、というわけでね、まあ、血糖値ね、大体こううまくコントロールすればですね、まあ眠気はある程度避けられるので、まあ、ぜひぜひね、皆さんもね、まあ、1日 4,5 時間とかね、まあ下手したら3時間ぐらいしか寝られないぜっていう人もね、まあぜひ多少はね、3時間しか寝られない人はもうちょっと何しても無駄な気がするんだけどね、正直言って。もうかなりもう普通の人だったら、普通の人って言い方も変だけどさ、多くの人だったら、まあ、3時間しか寝なかったら相当眠いはずだからね。まあ、4,5 時間ぐらいなら多分これで乗り切れる人もね、人口比で言うとね、まあまあ多いと思うので、まあ、ぜひぜひね、皆さんもこの方法をね、試していただければなという感じですね。はい、というわけでね、今回のね、まあ、睡眠時間を減らしても眠くならない方法をね、まあ、結論から言うと血糖値をいじるっていう話なんですが、まあ、何はともあれね、この動画気に入っていただけたら、高評価とね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、ではね、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人でした。Hostile HCXD in your AO. Set up. Bomb. Uprising KIA. Force is small. Be advised. Hostile Guardian spotted.Back. Prep for evac. Burn dead to the ground.